にちは、ネルソラです。コンバージョンももう残り少なくなってきましたね。ということでね、あんまりこう使ってないカードをね、いろいろ使ってみようかなと思いまして、今回ね、エアレイド使おうかなと。で、エアレイドっていうのはアクションカードで、まあドラゴンズ・オブ・ウォーで追加されたんですけど、ランダムな敵ユニット1体に、味方ユニット1体の攻撃力と同じダメージを与えて、まあ3以上だったら、なんと攻撃時間をリセットしてくれるというね。まあ、MP1 にしては、まあそのユニットが いなきゃいけないという条件はありますし、まあそのユニットのね、攻撃力が高くないといけないっていう条件はあるんだけど、まあ使えると効果高いのかなと。で、これを3枚。でね、岩尾カイン、これも3枚。こいつ、レベルアップしてたら、3回以上レベルアップしてたら、エアリード引っ張ってくるんで、まあ実質6枚積んで、ガンガンエアレイド打っていこうという感じのデッキですね。で、こいつレベルアップっていう条件があるんで、まあレベルアップの、まあ、成長系パレットとか、あとサスカッチとか、2個入れて、あと、まあ、HP 増加していくんで、まあクエスト系も入れたという感じ。だデッキとしては、成長クエストデッキなのかな？あんま、なんか、うん。とりあえずね、詰め込んでみたんだけどね。で、まあ、サスカッチとか2個とかは、基本的には、まあ、真の力使って、こう強くするみたいな感じかな。うん。でね、これネタと思ってね、やり始めたんだけどね、結構ランクまで勝ててね、うん、なんか結構やってて楽しかったんでね。うん。そう。なんでちょっとね、ちょっとお試しいただければ。はい。この後リプレイもね、ちょっと実際流すんで、なんか予想の3倍ぐらいかな。予想の10倍強かったとは言わないけど、予想の3倍ぐらい。思ってた以上にエアレイド良かったっす。はい。なんかデッキいろいろ考えられそうだなと思ってて。うん。ちょっとそれも改めて試した後にね、紹介しようと思います。ではまあ、まず今回は、なんだっけ。エアレイド使いたいデッキ。リプレイどうぞ。Thank you.
新しいおもちゃに慣れてきたぜ。予定通り。
慣れてきたぞ。慣れてきたぞ。私の邪魔をするな。慣れてきたぞ。